これちょっと細めで一回やってみていいですか。ぜひ。これは何が出てくるかわからない気がします。ひどい。これです。さあ、やってみます。なんか変顔をそのまま載せるのはすごい抵抗があるんですけど、半顔に変換したらやりやすいですね。あ、なんかキャラクターとして見てくださいみたいな。確かに。来い来い、送りました。あ、来た。何が来るかな。ワクワク、テカテカ、ワクテカ、ワクテカ。よし。おい、レモン。お、なんでしょ、なんで。来た。傑作誕生ですね。なんか猿の子供みたいになってますけど。はい、版画を初めて体験してみたんですけど、すごい電車の中の広告見た時からすごい気になってて、どんなのだろうってやってみたら、本当にこんなねレモンが出たり、あと可愛いクマが出ましたりして、なんか50種類ぐらいあるらしいので、みんなより先に全種類コンプリートして何があるよってちょっと自慢したいかな。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。はい、ただいま浦恵梨香の最新 DVD 浦恵梨香のドキュメンタリーが角川ブグラディエーターさんから絶賛発売中です。今回はですね、なんといってもすごいのがあるじゃないですか。なんとこの DVD ジャケットを取り出すと、両面 DVD ジャケット、しかも裏はポスターとなっております。こんな写真も豪華です。中もね、ちょっと晒し巻いて断層をしたり、オイルマッサージやられたり、こんな痛そうな顔で足つぼマッサージやられたり、で汗をかいて健康になるっていうテーマで頑張っていますので、皆さんぜひぜひ買ってください。お願いします。